ま。ゆずき様、ゆずき様、しっかりしてください。よかった、気がついたんですね。そんなことよりお怪我はありませんか？ならば、あれの事情を説明してもらおう。お前も知らんのか？あの黒い塊が現れたのと何か関係があるんじゃないの？町の人たちみんなで避難中なんだ。もちろん慎太郎くんこそ気をつけてよ。きっと出動なんだろう。信じてるからね。頼んだよ。ゆずきくん、無事だったか。が行方不明と聞いていたが、生きていたんだな。今しがた長官と今度のことで打ち合わせをしてきたところだ。早く行ってあげなさい。では私はこれにて失礼する。言わないんだよ。よかった、本当に無事でよかった。悪かったよ。慎太郎が帰ってきたもんだから、そのつい力が入っちゃって。慎太郎さん、どうぞ入って。本当に慎太郎さんなのね。無事で何よりだわ。それより怪我はない？ミキさんがサンダードーンの幹部と共に姿を消してしまったの。京都が闇に包まれたのはミキさんたちが姿を消してすぐだったわ。おそらくミキ殿は幹部と共にあの球体の中にいるはずじゃ。あれはテトラグラマトンの魔力じゃ。ついにキャツが復活しようとしておる。わしらの先人の陰陽師が作り上げたこの城と京都が本来持つもう一つの姿、マトに姿を変えるじゃ。もともとこの京都は日本で最も魔力を帯びている。
かつての京都はその魔力の悪しき影響により魑魅魍魎やもののけなどが長領跋扈しておった。皆はこの地を恐れたが、中にはこの地を手に入れ、そこに眠る魔力さえ手に入れようと考える輩がいた。その者たちによりこの地は都と定められ、人間は大いなる力を得た。しかし魔力は人の心を堕落させることにその者たちは気づいておらんかった。そのため多くの時の権力者は堕落し、新たにその魔力を求める者と争いを始める。それは人が堕落するのに拍車をかけ、そうして堕落した者同士でまた争いが起きる。そう繰り返しちゃった。人間についた悪しき力を陰陽師が払い、早乙女の先祖はその特殊な力でこの地を浄化した。そうやって先人たちは再び人間に悪しき力が及ばぬように浄土を作り上げたのじゃ。京都が本当の意味でこの国の中心となれたのは先人たちの努力の賜物というわけじゃよ。テトラグラマトンの魔の力そのものだ。あの中に16年前に封印されたテトラグラマトンがおるはずじゃ。キャツが完全によみがえってしまえば、その強大なる魔力の影響を受け浄化の力が及ばなくなる。とは悪しき都へ姿を変えてしまう。マトの正体じゃ。もちろんキャツを通すほかない。球体の内部に潜り込み封印することが必要じゃ。しかも封印は早乙女の血を引く幹にしかできん。おまけにキャツの力の影響で魔物も力を増しておる。それほどキャツの力とその影響は強い。わしの言う意味がわかるか。そうじゃ、ではついてきなさい。慎太郎くん、無事だったんだね。いいえ、ちゃんと生きてたんじゃない。よかったわね。ここではさっき見た球体の中へ潜り込む準備を進めておる。詳しいことは私の方から説明しましょう。もうそうしてくださるか。さあ先生、慎太郎君を駐車場へ案内しましょう。ええ、とりあえず移動しましょう。今駐車場にはトシエ君とカオル君、それに龍之介君と猫丸さんもいます。突然黒い穴が出現していたんです。おそらく封印を解いて放出された魔力の影響ではないかと。実は同様のものが京都の至る所で発見されているんです。どうやらあの穴を通して地中からの魔力をあの球体へ集めているものと推測されます。
しかし今のままの状態では侵入するのは不可能のようです。まず機動パトカーの動力を直結して臨界まで高めたエネルギーを結界発生装置に送ります。その結界発生装置の強振により一時的にですが侵入可能な状態になるはずです。はい、現状では一度中に入ったら出てこられない可能性が高いです。そうですね。では終わったらまた研究室の方に来てください。慎太郎君には手伝ってもらいたいことがありますので。慎太郎さん、生きていらっしゃったんですね。帰ってくるって信じてたぜ。心配したにゃん。謝罪の必要はありません。それよりも今は。はい、ここにいるだけで力が吸い取られていくようです。さっきからものすごい妖気を感じます。この穴の向こうにとんでもにゃ魔物がいるに違いないにゃ。魔物がいつ向こうからやってくるとも限らんしな。どうぞ。慎太郎。二人ともいいですか。これから皆さんはあの球体の内部に侵入し敵を倒すわけですが、実は倒しただけでは終わらないんです。以前回収してきた封印機の原理が機動拳や機動甲冑に生かされていることはお話しした通りです。その封印機を解析し改良したものを今回の封印に使います。でもたった一つで封印は無理なんじゃないのか。確か16年前はいくつかの封印機に分けて封印してたはずだし。本当は複数あった方がいいのですが、なんとか一つで封印に耐えうるように改良しました。16年前の時と違い、テトラグラマトン本体に大きなダメージを与えなければなりません。へっ、望むところだぜ。いえ、私にできるのはこういうことだけですから。いや、実際源内さんがいてくれるおかげで私たちはもののけを退治したりできてたわけだし、すごく助かってるのは事実だよ。ありがとうございます。しかし封印機が一つしかないということは、裏を返せば失敗は許されないというわけです。くれぐれも扱いには注意してください。ではこれを他の機材とともに駐車場へ運んでもらいます。はい、はい。ごめんください。あ、見習いさん。いやー、なんとか間に合ったみたいですね。いや、こういう時やからこそお力になれるんやないかと思いましてね。軍の方から京都を離れるように命令が出たんです。それでお店を閉める前にあるだけの商品を運んできたんです。
毎度お気にありがとうございました。見習いさん、くれぐれもご無理だけはせえへんように。無事に戻ってきはるのを待ってます。ほんなら私らはこれで失礼します。お涼さん、準備が完了しました。わかりました。今回の任務は決死の覚悟で臨む必要があります。互いの道をつなげられるのはほんの一瞬です。仮に中に入って敵を封印することができても戻ってこられる保証はありません。今回の出動は長官の判断で強制はしません。出動を拒否する人は今のうちに申し出てください。私の覚悟は最初から決まってます。誰かがやらねばならないことです。皆さんと一緒ならお涼さん任せてください。ビッグになるためには避けて通れん道でよ。行くんだにゃ。慎太郎さんはどうしますか。しっかりしてんな。新選組にも立派な感情が漂ったものね。魔物なんか全部やっつけて明治政府の連中に目ん玉が飛び出るぐらいの金額をふっかけてやるぜ。それで新選組の借金も全額返済ですね。とはと決まれば善は急げだにゃ。みんな気合い入れていくよ。あ、それでは今から装置を発動させます。強力な結界が張られたらすぐに中へ飛び込んでください。なぜやり直しは効きませんから。怪我ぐらいならたくさんしてきても平気よ。全部私が面倒見てあげる。じゃあ清美くん行きましょう。みんな頑張ってね。全員出撃体制を整えてください。今回の任務は早乙女美希と共にテトラグラマトンを再び封印することです。厳しい任務ではあるけど力の限り戦ってください。了解。お涼さん、準備ができました。わかりました。源内さん、お願いします。では装置を発動させます。覚悟はいいね。機動新選組出動。とうとう闇の中へ消えていきおった。生きて必ず生きて帰ってくるのよ。すっげえ陽気だ。身震いするぜ。普通の人間じゃもう大変なことになっちゃうにゃ。魔力が集まる巣窟ですからね。その影響は計り知れないでしょう。こんなの京都の街に溢れさせちゃ絶対ダメですよ。ああ。それじゃあまずはそいつの置き場を探さないとな。源内さんの話だと妖気が一番強い場所に置くといいらしい。要するにここの中心だな。では早急に移動を開始しましょう。よし、移動新選組行くぜ。
ぞ。ゆうのすけ、頑張ろう。Yeah!
一丁派手なん行くぜよ。いいじゃねえか。ゆうのすけ、頑張ろう。ゆうのすけ、頑張ろう。よいっぽよい。ゆうのすけ、頑張ろう。いくぜよ。行くぞ。なんとかなりそうだね。よどんでるな。すごい容器です。もしかしたらこの辺が中心なのかもしれませんね。よし、とりあえず設置して起動させてみるぜ。みんなは見張っててにゃ。了解しました。聞こえますか？
聞こえますか？魔の力に立ち向かう者たちよ。ミキは今、魔と戦っています。あんた、今までうちをようこけにしてくれたな。けどもうあん時のうちとは違う。早乙女の力を手に入れたんや。ミスリ、覚悟しいや。笑わせるな。お前に私が倒せるはずはない。無駄なあがきだ。己が実力を思い知った。お前の役目は終わったのさ。ミキ、楽にして。待ちな。アダム、お前まだ生きていたのか。その女はどういうことか説明してもらおうじゃねえか。でテトラグラマトンが復活しねえんだ。この女全部封印を解いたんじゃねえのかよ。確かに早乙女ミキは全ての封印を解いた。おかげで京都にテトラグラマトンの魔力を出現させることができた。しかし残念だったな。貴様たちの待ちわびていたテトラグラマトンすでに死んで、残るは16年前に封印されたこの魔力だけ。そして私こそがその力を受け継ぐにふさわしいのだ。何だと？貴様、やっぱり俺たちを騙してやがったな。騙した？欲に目がくらんで己を見失う方が悪いのだ。そこの女のように。そしてお前もテトラグラマトンの力を受け継ぐために私に吸収されるのだ。てめえ、まさかキスレブも。それに、私たちに呼びかけてきた女の人って、一体。今はあれこれ推測している場合ではないと思います。このままでは、早乙女さんが。ここは俺と猫丸に任せて、兄ちゃんたちは行ってくれ。ああ、雰囲気は頼んだぜ。待ってるにゃ。皆さん、急ぎましょう。了解。一番組隊長、沖田香織、行きます。あまたの者に氷の抱擁を与え。一か八か、やってやるぜ。東を司る水の清流よ。やるねえ。
将標人。無刀流レッツ。清らかなる水のその力を示せ。あまたの者に氷の抱擁を与え。一か八かやってやるぜ。東を司る水の清流よ。天照標人。無刀流ハヤブサ。ちょっとだけ手こずっちゃいましたね。番組隊長、沖田香織、行きまーす。天空を舞う冷たき翼。やったわね。心揺らがぬ炎のように。東を司る水の清流よ。やるねやるね。無刀流その羽ばたきは凍土を招き、巻き起こる風は全てを。清らかなる水のその力を示せ。あまたの者に氷の抱擁を与え。空の太刀。天照標人。
あまたの者に氷の抱擁を与え。心揺らがぬ炎のように。東を司る水の精霊よ。やったわね。無刀流天照氷刃。よくぞここまで来られたな、機動新選組。お前たちもこのクズが片付いたら始末してやる。貴様も私の餌となってもらう。ざまあねえな。おいお前ら、人間にこんなことを頼むなんて俺もどうかしちまってるけどよ。こいつを必ず倒してくれ。よりにもよって人間を当てにすると。アダ、お前も落ちたものだな。うん、はあ、仲間を食っちまいやがった。だから魔物なのです。ついに、ついにテトラガマゴンの力を手に入れた。力が苦み。もはや私の本体を脅かすものなどないのだ。なんだと。ユズキさんは早乙女さんをお願いします。熱き炎を刀に込めて、どういうこ、行くぞ。かゆさい流るる水の音、土方歳へ参ります。闇を払いし風となりて、沖田薫行きます。機動新選組行くぞ。機動新選組参ります。機動新選組行きます。
ゃないから。そこで悪逆無道はこの手で立つ。絶つ。どうだ。我秘められし力を解き放つ。秘められし力を解き放つ。悪逆無道はこの手で立つ。絶つ。我秘められし力を解き放つ。土方歳江、相手になりましょう。
司る大地の玄武よ。我、秘められし力を解き放つ。やるね。古来の契約に基づき。悪脈無道はこの手で断つ。我が元に来たれ。邪魔する者は容赦いたしません。ずつそこで。吹き荒れる嵐の力受けてみろ。悪脈無道はこの手で断つ。はぁ、もう許さないから。ずつやるね。邪魔する者は容赦いたしません。いや、
倒したのか。近藤さん、変ですよ。あいつをやっつけたはずなのに妖気が消えないんです。魔力を封印しなければいくら敵を倒しても状況は変わらないということですね。ミキの様子は？依然として変化は？今はまだダメです。娘は早乙女家の真の力を使いこなせるほど心が成長していないのです。ただもののけを操るだけなら今のミキにもできます。しかし悪しき魔の力の影響や異なる世界からの干渉、欲にまみれた人間同士の争いから京都を守護できてこそ早乙女家の真の力と。ミキがその真の力の意味を理解しなければ魔力を封印することはできません。ミキに伝えたいことはあなたがお持ちになられている刀に込めてあります。そんな肝心なところで消えちゃうなんて。この後に及んでミキ次第ってことかよ。しかし封印には早乙女家の力が必要なのは事実です。無駄だよ。そいつは心を閉ざしちまったんだ。そうですよね。ミキさんだって本当は私たちと同じお母さんのことで悩んでたんですよ。私たちは同じ悩みを持つ人が近くにいたからよかったけど、ミキさんにたまたま近寄ってきたのが魔族だった。だからミキさんが悪いんじゃないと思います。あなたとは敵同士でした。今とも京都を思う者同士、志は一緒のはずです。16年前父上たちが共に戦ったのもその思いが同じだった。ならば次はその思いを受け継いだ私たちが立ち上がる時なのです。まったく世話が焼けるぜ。自分がひどいことをしたって反省する暇があったらどうにかしようってまず考えな。そしたら寝てる暇なんてないはずだよ。青臭い友情劇もそこまでやれば立派なものね。終わっていたぞ。ティスリ様、消えたのは仲間を待つため。遅くなって申し訳ありません。ついにテトラグラマトン様のお力を手に入れられたのですね。今こそあなた様のお力でサンダードーンに栄光を、そして世界を闇、魔族に光を。真の力を身をもって知るがいい。慎太郎、ミキを頼んだぜ。おい、今度こそ蹴りをつけてやるぜ。ふん、そ
そんな女一人守ったところで何になるというのだ。随分と強気だな。ミキが生きてちゃいろいろと不都合があるんじゃないのか。バカめ、最強の力を手に入れた私に恐れるものなどない。そりゃ残念ぜよ。こいつがありゃあとはミキがどうにかしてくれると思ったんだけどな。ちょっとにゃ。一番強いやつのいるところが妖気の一番強いに決まっちゃるからな。でも二人ともその怪我。またやられちゃったにゃ。目障りなもの。早く封印機を。あ、ミキ、お前の仕事持ってきてやったぜよ。ミキの仕事。死んだろ。あの町が好きや。それやのに自分が強なるうちにそれを見失っとった。その気持ちを思い出させてくれたんやあの3人や。うちはあの3人にお返しがしたい。なあ慎太郎、うちはどないしたらあの魔物を封印できるやろか。何千という京都の人たちの思いがあるんだ。そして幾千年にわたり刻まれてきた歴史がある。みんなの心、思いは決して無駄にはできない。さてもどう、やっと蘇らせたこの力をそこやすやすと失ってなるものか。熱き思いを胸抱き、誠の旗に集いし我ら固き決意を胸に秘め、京の都の悪を許さず、皆の平和を胸宿し、正義の刃で一刀両断。移動新選組局長近藤優子、機動新選組副長土方歳江、機動新選組一番組隊長沖田薫、機動新選組剣団、京都の、いやこの国の命運はこの一戦にかかってる。みんな頼むよ。了解。万物の理にもとづき、
龍脈に宿りし青き者よ。古来の契約に基づき我が呼びかけにその力をもって応えよ。南を司る炎の朱雀よ。王に武竜桃源山。東を司る水の清流よ。参ります。秘められし力を解き放て。北を司る大地の玄武よ。悪脈無道はこの手で立つ。そこで
そこで。北を司る大地の玄武よ。悪脈無道はこの手で立つ。ずつ。やっ。どうだ。悪脈無道はこの手で立つ。はあ。ずつ。やるね。邪魔する者は容赦いたしません。そこで。行きます。
我、秘められし力を解き放つ。しくじった。南を司る炎の朱雀よ。我、秘められし力を解き放つ。悪逆無道はこの手で立つ。我、秘められし力を解き放つ。大地の恵みを与えるよ。絶！やったわね。はあ、どうだ。北を司る大地の玄武よ。邪魔する者は容赦いたしません。そこです。悪逆無道はこの手で立つ。邪魔する者は容赦いたしません。そこで絶、どうだ。これで有利になります。
の玄武よ。やるね、無刀流ハヤブサ。そこで大地の恵みを与えるよ。これでどうだい。足りないくらいだぜ。そんなことを言ってまた復活されたらどうするのですか。それもそうだな。本当に復活しやがった。今や死んだろう。この刀で早うあいつを。封印は成功したのか。どうやらそのようですね。やった。このままじゃここも崩れるにゃ。おそらく魔力の源となるものを失って力が弱まっているんです。急いでここから逃げ出すでよ。リキ、あんたも行くよ。うちはここに残ります。危険です。一緒に戻りましょう。みんなで一緒に帰りましょう。最後ぐらいうちの好きなようにさせてほしいわ。慎太郎、ほっといてやりな。ミキ、あんたの好きなようにするのは構わないけど、なんせ私はまだあんたを逮捕してないんだからな。さあみんな行くよ。乙女家の跡継ぎとしてちゃんと役目を果たせたやろうか。プリンセス、あなたはまだ死んではありません。なかなか手こずっておるようじゃの。どうかされましたか？魔力が薄くなってきておる。貴重じゃな。それじゃあ、皆さんは？キャー！結界発生装置が共振している。任務は完了です。テトラグラマトンを封印しました。いやー、今回は下にまっこと危なかったぜよ。
詳しい報告は後でします。それより今は全員の治療をお願いします。準備はできてるわ。みんな医務室に移動して。清美さん、お願いね。はい、任せてください。では封印機は私が預かります。すみませんが、実験室まで運ぶのを手伝ってもらえますか。わかったにゃ。これで一件落着じゃな。しかし16年前のことを思えば、これで全てが終わったと安心してはおられんのかもしれん。それはきっと大丈夫ですわ。あの子たちがいますもの。そうか、そうじゃったな。さてと、わしはこれで失礼するとしようかの。出来の悪い弟子が心配とはいえ、長居はしすぎた。お疲れ様でした。今度はゆっくり遊びにいらしてください。龍馬さん、あなたの願いはもしかしたら本当に叶うかもしれません。いいえ、きっと叶えてみせます。そのためにはまだまだやらなければいけないことがたくさんありますけれど、希望の光は間違いなく新しい時代へ、新しい世代へ受け継がれています。だからこれで終わりではないのよね。そう、あの子たちには未来があり、それぞれに抱えた悩みや迷い、それらと正面から向き合い、これまでも自分の行く道を切り開いてきた。その心を分かち合える同志とともに、よく頑張ってくれたわね。ありがとう。新太郎、新太郎さんもお散歩ですか。なんか毎日こう暇だと体がなまっちまうぜ。でも街が平和なのはいいことじゃないですか。その通りです。魔物や物のけが姿を見せなくなり、やっと京都の街に平和が戻ったのです。じゃあそろそろ新選組もお役御免ってとこか。冗談だよ。みんな、お寮さんが呼んでたわよ。長官室に集合ですって。まさか。どうかしたの。いや、そろそろ新選組も解散じゃないかって冗談で話してたからさ。そうね。では本当に。やあね、冗談よ。みんなはこの町を守ったんだから、もっと堂々としてればいいの。そうですね。やあみんな、久しぶりだな。今しがた到着したばかりだ。お忙しいところをわざわざお越しくださったのよ。でも
どうしてわざわざこっちへ？みんなに大事なお知らせがあるの。それに立ち会ってもらうためにね。大事な知らせ？まさかまた魔物が出たのかにゃ。いいえ、みんな機動新選組は解散します。本気ですか、お涼さん。そんなの嫌です。新選組がなくなってしまうということですか。母ちゃん、つまらん冗談はよそうぜよ。にゃにゃにゃってこったい。勝さんとも話し合って最終的に私自身で決断したの。これが機動新選組長官からの最後の命令になります。そんな。それからね、実は今回の戦いが評価されて報奨金が支給されることになったの。それでみんなとご褒美は何がいいか話し合って決めようと思ったのだけど。どうせならバーッと使っちまおうぜよ。最後だもんにゃ。最後か。よし、ここは一発盛大に祝宴といこうじゃないか。いいな。どうせならドカンと派手なんをいこうぜよ。みんなで仲良く派手なパーティーにゃ。パーティーです。ええ、パーティーとは西洋の社交的な集まりのことです。要するにみんなで派手な格好してうまいもん食いながらお祝いするんじゃ。へえ、面白そうだな。そりゃ兄ちゃんは温泉で洋服をもらっただろ。え、なんかパーティーにちょうどいいぜよ。パーティーの正装といえば男性はタキシードや塩ビ服になるのです。締めはみんなでパーティーか。優子さんとトシエさんとカオルさんのドレスに龍之介もタキシードを用意しなくちゃね。ドレス、そうよ、みんながパーティーの主役なんですもの。そうだにゃ、借金の心配もないし、あたしのドレスも作ってもらおうかにゃ。何がおかしいのにゃ。だって、猫丸のドレス姿なんて。もう失礼しちゃうにゃ。そうだ、京都府警とか山形さんとかも呼んだらどうぜよ。俺たちだけが頑張ったわけじゃないし、やっぱ一緒に祝ってほしいんじゃ。なるほどな、そういうことなら任しときな。他にもお世話になった人たちに声かけてみんなで派手にやろうぜ。そうですね。起きた。そんな暗い顔すんなって。これが一生の別れってわけじゃないんだからさ、近藤さん。で、それじゃ早速準備にかかろうか。待って、優子さんと慎太郎さんにはまだお話があるの。はあ、では私たちはお先に失礼します。ああ、まずは慎太郎さんだが、実
はお母様のたっての希望で復学の手続きを進めている。それから近藤君、君は解散後京都府警に入隊する気はねえか？京都府警の方から直接お話をいただいているの。それは私だけってことですか？こう言っちゃなんだが、向こうもお役所仕事だ。身元がしっかりしているやつの方がいいのさ。そんな。またつまずいちゃうだろう。大丈夫ですよ近藤さん。まったく、パーティーでは粗相のないようにお願いしたいものです。あら、みんなとってもよく似合ってるじゃない。そうだわ、せっかくだから写真に収めておきましょう。誠さんが写真を撮ってくれるそうだから、ちょうどいい記念になるわ。はあ、今日はまた一段と華やかなお衣装で。皆さん、とってもお綺麗です。ありがとうございます。水木様もとってもお似合いです。まさか最後に4人のこんな姿にお目にかかれるとはね。ほんと、ついにこの日が来ちゃったわね。なんか、あんまり歓迎したくないネタだな。どう？慎太郎くんたちの格好なんか、いいネタじゃない。そうだね、せっかくだから記念にみんなで1枚撮っておこうか。写真にゃって絶対ダメにゃん。そんなこと言わないで、お世話になった皆さんとご一緒に写りましょう。せっかくの機会じゃないですか、猫丸さんも一緒に写りましょうよ。この格好で写真を撮るのか、なんだか恥ずかしいな。めったにない機会ですから、たまにはよろしいんじゃないですか。よし、じゃあみんな早く並んでよ。慎太郎くん、写真は撮る人が必要なんだよ。無人で写真を撮るにはやはり自動で撮影する機能が必要ですね。先生ったら、それ考え出すと長いんですから。ほら、並びましょう。あ、すみません。いつもの癖で。ほんなら私にお任せください。この年で写真というのも照れがありますしね。え、本当にいいの？じゃあ早速使い方を教えるよ。あんな箱で自分たちの姿が撮れるなんてね。機械の力ってすごいですよ。変な顔で写ってたらどうしよう。なんたって一生残るもんだからね。新しい時代に何かを伝える手段としても、写真はこれからもっと重宝されるでしょう。
隠れてたら写真に写らんぜ。ピンクな男はそんな細かいことを気にするにゃ。いいですか皆さん、行きますよ。そりゃあ僕のカメラは特定だからね。ありゃりゃ、猫丸さんの体が半分しか映ってないですよ。私はカメラに魂抜かれたくないにゃ。おいおい、そんなの迷信に決まってるだろう。妖怪がそんなこと気にするなんて変ですよ。ふん、やはりそういう格好をするとあいつの息子だな。まあな、自分では気づかないもんさ。勝先生、そろそろ。おっと、それじゃ行こうか。じゃあ、私もみんなにパンティのご挨拶をしてくるにゃ。パンティじゃありません。本日はご多忙の中、祝宴にご出席いただき誠にありがとうございます。当機動新選組は本日をもって活動を休止することが決定いたしました。新選組の大使が仲間と共に視線をくぐることができたのも、ひとえに皆様のご協力のおかげであります。短い間でしたが、皆様には機動新選組の長官としてこの場を借りて熱く御礼を申し上げます。この祝宴が終われば、我々はそれぞれ別の道を歩み始めることになります。しかし私は共に戦った仲間たちにこれだけは忘れてほしくないことがあります。それは日本人としての心、新選組の心です。これから我が国はますます世界に向かって躍進していくことでしょう。そのためには今まで以上に西洋から新しい知識や技術を吸収していくことも必要になると思います。しかしそれらに惑わされ流されてしまい、己の寄って立つ場所を見失うことのないように、我々は西洋の真似事をするために彼らの知識や技術を学んでいるわけではないのであります。なぜに我々が開国をし今日までたゆまぬ努力を続けているかを皆様に考えていただきたいのです。新しい時代を迎えるためにこれからもその努力の手を休めることのないよう、一人一人が日本人としての自覚を持ち、心に燃える剣を携えて歩んでいってほしいのです。以上をもちまして、機動新選組長官からのご挨拶とさせていただきます。ささやかではありますが、皆様心ゆくまで祝宴をお楽しみください。こういうのってドキドキするな。バカ、そういう意味じゃないよ。まったく、せっかくの一丁らを着てんのに、中身はいつもの慎太郎だな。
はんが政府のお偉いさんを呼んでのんきにお祝いしてはるて小耳に挟みましてな、機会やさかいご挨拶をと思いまして、伺わせてもらいましたんよ。姫の言葉をよく聞けよお前たち。白菜っす。勝様、山形様、京都府警の皆々様、それからついでに新選組、つばめ組は生まれ変わったを宣言させてもらいます。完全復活を。そして我らが新たな目標は、京都独立。なんだって？な、無茶な。今日はほんの挨拶ですわ。ウコンサコン、おいとまさせてもらいますぜ。こえ、今の奴らを追うんだ。おう、私たちも追うよ。了解。よ、新太郎。なんだい、道場に忘れ物か。いろいろとね。そうだ、新太郎、最後にちょっと散歩に付き合わないかい。話したいこともあるんだ。京都の街もだいぶ活気が戻ってきたな。あのさ、慎太郎、実は私、実家に帰ろうかと思ってるんだ。いや、正直迷ってはいるんだけどさ、やっぱダメなんだよ。私が警官なんて柄じゃなくてさ。それに私はもともとズボラな性格だしね。そりゃあ、ミキとは決着つけときたかったけど、でもさ、少しは将来のこととか考えてみたんだよ。女としてこれで、私らしいか。じゃあ慎太郎は東京に戻ることに迷いはないのか。まあ、慎太郎はもともと大学に通ってたんだし、戻るって言ったってそっちが本当のうちだしね。お互い頑張ろうぜ。ああ、すっきりした。慎太郎に話していろいろ考えて疲れちゃったよ。まだまだ一人前とは言えまへんな。おお、にしんそば一人前っす。意味が違う。
とにかく捕まえられるもんなら捕まえてみ、京都府警の近藤さん。毎度毎度ふざけやがって。今日こそ逮捕だ、ツバメ組、観念しやがれ。ゆずきさん、巫舞神社へお参りに行こうと思っていたところです。ゆずきさんにお話もありますので、できればご一緒していただけませんか。では参りましょう。神頼みというものは、本来自分で解決できないことを神に頼むわけですから、お参りの人がいないということは平和な証拠と言えるかもしれません。それは、それより先にお参りを済ませましょう。ゆずきさん、東京へ戻られたら復学なさるおつもりですか。私は魔族の情報を得るために国外へ行くつもりです。はい、戦いはこれで終わったとは限りません。かつての父上のようにもっと目を開き、この国の未来のために行動したいと思います。私たちが出会ったのも未来へ向かうため。学問は大切です。ゆずきさんにはゆずきさんの道もあるでしょう。いいえ、ゆずきさん、最後に、どうかお元気で。ゆずきさん、私は自分の役目を果たします。慎太郎さん、東京へ帰る準備は終わったんですか。そうですか、ならちょっとだけ付き合ってくださいよ。あっち行きましょう。ほら、早く。準備？何のですか。いいえ、でも荷物は置いていくことにしました。なんかあの部屋を片付ける気になれなくて。実は私
師匠のところへ戻ろうと思います。もう少し勉強してみようと思って。あの人ももう年だし、ちょっとは優しくしてあげないと。そんなことないですよ。それにあの人からお父さんの話を聞きたいんです。今までは近藤さんや土方さんみたいに誇りに思ったり尊敬したりしてなかったけど、今ならもっと素直に受け止められそうな気がするんです。慎太郎さん、もう一度ここでみんなに会える日が来ますよね。これで一生のお別れじゃないですもんね。私もっともっといい女になりますから。慎太郎さん、私本当はここを離れたくない。私の居場所を見つけたと思ったのに。私強くなります。優しくなります。香るよ。これはのわしが旧新選組の大使やあの戦いで敗れた者たちを弔って建てたものなんじゃ。多くの者はこの国を守るために戦って死んでいった彼らのことは知らん。だがわしは生きておる限り彼らへの感謝の気持ちを忘れることはない。今までもこれからもな。ねえ、今度お父さんのお墓参りに連れて行ってよ。そうか、行くか。慎太郎さん。ええ、そうだわ、慎太郎さんも一緒にいらっしゃい。龍馬さん、機動新選組は解散しました。報告が遅れてごめんなさいね。いいわよね、龍馬さん。彼女たちのお父様にもそう伝えてください。場所を変えましょうか。ここで少し休んでいきましょう。慎太郎さんは東京へ戻ったらすぐに復学するのかしら。大学へ戻りたくないの？それはきっと誰もが同じ気持ちのはずよ。それはね、慎太郎さん、彼女たちをここへ留めておいてはいけないからよ。彼女たちが自分の答えを見出すことができた今、私にできるのは見送ることだけ。でも
でも私も疲れたわ。だけど辛いことや悲しいことがあったらいつでも立ち寄ってくれていいのよ。私はずっとあの場所にいるから。慎太郎さん、みんなで手に入れたものはとても価値があるものだったと思わない？慎太郎さん、この京都を忘れないで。みんなで手に入れたもの。ええ、大丈夫ですよ。それじゃあ二人でお願いしてみましょうか。荷物の整理はもう済んだの？ねえ慎太郎くん、聞いてくれる？実家へ帰ろうかと思ってたら先生が仕事先を紹介してくれたのよ。そう、だから私もここを出て長崎の下宿先へ移るの。そうなのよ、先生がわざわざ知り合いのお医者様に声をかけてくれた。おっかけ。先生に感謝しなくちゃ。こうなったら私、猛勉強して日本初の女医を目指すわ。みんなにはまだないしょ。いつか再会したときに驚かせるの。はーい、あんして。ほら、いい子ね。あれ？なんだ、やっぱり慎太郎くんか。もちろん三条橋だよ。なんたって僕の新聞記者としての原点だからね。そう、ここで新聞を売り始めてからの長い道のり、ほんと大変だったよ。今まで貯めて貯めて貯め尽くした僕の全財産全部つぎ込んで、いざアメリカへ。そう、なんたって僕の夢はジャーナリストになることだもん。ジャーナリズムを学ぶなら本場のアメリカってわけだ。全然向こうに行けば自然と覚えられてた。言葉が違ったってやればできるってことを証明したいんだ。あれ、どうしちゃったんだろう。慎太郎くん、僕大丈夫かな。
だって全然英語喋れないし賭けもしないのに本当は何しに行くんだって感じで、でもとりあえず行けばなんとかなるかなと思ったんだけど、本当は怖くて外国人にさらわれてどっかに売り飛ばされたりしたらどうしようと思ったら夜も眠れなくてさ、だいたい慎太郎くんが僕の気持ちに気づいてくれないからいけないんだ。あんなに情報いっぱい教えてあげたじゃないか、いい加減気づいてよ、僕は慎太郎くんのことが好きなんだってば。されたんですか？じゃあ遠くへは行かないんですね。ゆずき様は新選組がなくなってもどこにも行きませんよね。そんな鈴鹿、そんなの嫌です。でも来年のお祭りも一緒に行くって約束したじゃないですか。指切りしたのに、せっかく仲良くなれたのにどうして行っちゃうんですか。進む道ですか。よくわかりません。選んだ道ですか。わかりました。じゃあ鈴鹿も頑張ります。まだです。おことだけじゃなくて、お茶にお花、それにお掃除やお料理も、もっと頑張らないと鈴鹿の夢が叶わないんです。はい。でも誰にも内緒にしてもらえますか。それじゃあ、ちょっと恥ずかしいので、お耳を貸してもらえますか？鈴鹿、大きくなったら、ゆずき様のお嫁さんになりたいんです。